ジャロッド・スコット・サルタラ・マッキアヤは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、ウェスト・パームビーチ出身の元プロ野球選手。宇藤良打。愛称はサルテイ。発音指示によると、サルタラ・マキアヤとなっている。2003年の MLB ドラフト一巡目追放で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレーブスで、 プロデビュー。この年は四十六試合に出場して打率。二百三十九二本塁打、十四打点と平凡な成績で終わった。翌二千四年は A 級ロームブレイブスへ昇格した。九十一試合で打率。二百七十二十本塁打、五十一打点の成績を残す。二千五年には A 級マートルビーチペリカンズで百二十九試合に。 出場して打率314、19本塁打、81打点の成績を残し一躍注目を集める。代表にも選出され11月に行われた北京オリンピック北中米予選では8打数7安打、2本塁打、5打点と大活躍し1位通過に貢献した。 ブレイブス参加のトッププロスペクトに選ばれた2006年は AA 級ミシシッピブレイブスでプレーするも、怪我に悩まされ良い成績を残すことはできなかったが、故障者リスト明けに再度代表に選出され、オリンピックアメリカ大陸予選では、オリンピック出場権を獲得した。2007年も AA 級ミシシッピで開幕を迎えたが、22試合で打率30。309。 六本類だと、序盤から好調であった。聖保守ブライアン・マッキャンが怪我をしたため、偶然にも22歳の誕生日である5月2日に、メジャーに初昇格する。ブレイブス時代25試合マスクをかぶったが、マッキャンがいたこととアダム・ラ・ローシュが去った一塁は、スコット・ソーマンとクレイグ・ウィルソンのプラトーンでは、打力不足のため、一塁手としても14試合出場する。 プレイオフ進出の可能性が残っていたブレーブスが一類の強化のため行ったフラッグシップディールで7月31日にマークテシェイラ・トロン・メイ・ヘイトのトレードでエルビス・アンドラスとネフタリ、フェリス、マット・ハリソン、ボー・ジョーンズと共にテキサス・レンジャーズに移籍。レンジャーズ移籍後は剣手の保守ジェラルド・レアードがいることもあり、一類手での出場が24試合と保守での 出場22試合を上回った。将来的には打力を生かすためのコンバートも考えられたが、2008年シーズンは、レアードと正保手の座を争うことになった。2009年はレアードが移籍したため、正保手となったが8月15日に、右肩の怪我で故障者リストに登録され、84試合の出場にとどまった。2010年は、 開幕から2試合に出場しただけで、右肩痛を再発し、故障者リスト入りした。4月27日に故障者リストから外れたが、その後は、トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスでの調整が続いた。2010年7月31日に、クリス・マギリネス、ロマン・メンデス、マイケル・トーマスとのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍したが、 右肩の感知にはほど遠く、わずか10試合の出場に終わった。2011年は、実質的に、ジェイソン・バリテックの後継者として、正捕手の座を獲得し、103試合に出場。打率、235、16本塁打、56打点を、記録して4年ぶりに2桁本塁打を放った。一方、ナックルボールの補給がうまいとの触れ込みで、 ナックルボーラーのティム・ウェイクフィールドの専属捕手も務めたがリーグワーストとなる26ホイツを喫した。決して補給が下手ではなかったがこれまでにウェイクフィールドとバッテリーを組んだ専属捕手では圧倒的にホイツが多かった。2012年は121試合に出場して打率2 2二25本塁打、59打点を記録した。打率こそ低下したが 評価の高かったパワーを本格的に発揮した。2013年は2年連続で121試合に出場した。打率、273、14本塁打、65打点という打撃成績で3年連続での2桁本塁打クリア、打率と打点で自己記録を更新した。また、規定打席未到達ながら40本の二塁打を放ち、打撃面で 収穫の多いシーズンを過ごした。オフの10月31日に FA となった。2013年12月3日にマイアミ・マーリンズと3年契約を結び、6日に球団が正式発表した。2014年、マーリンズの正捕資格として4年連続100試合以上となる114試合に出場。レッドソックス時代は強打を発揮し、 ドラフト一巡目の才能を開花させかけていたが、打率。220.11本塁打、44打点は、いずれも、ここ4年で、自己ワーストとなる成績だった。また得点、安打三塁打、盗塁、盗塁士、三振、併殺打、超打率等の成績も2011年以降では、自己ワーストであり、大不振に陥った。守備も15失策、守備率。 981、守備防御点マイナス8、投類阻止率19%に終わり、進歩が見られなかった。2015年、開幕から9試合の出場で29打数にあんだと、前年に続いて、オーフシンに陥り、4月24日から、パタニティリストに入っていたが、27日に、ディエフェ、5月5日に自由契約となった。 2015年5月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、29日にメジャー契約となってアクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2015年12月6日にデトロイトタイガースと1年契約を結んだ。2016年、正捕守格の一人として起用されたが、ジェームズ・マッキャンの方がメインだった。 92試合に出場し、2年ぶりの2桁となる12、本塁打を放って、通算100本塁打を達成したが、打率17。171.104三振とミート力は、例年にも増して荒かった。ディフェンス面では68試合でマスクをかぶり、3失策、守備率99。994DRS-7、盗塁阻止率24%という成績だった。 また、11試合で1塁手も守り、2失策、守備率、966DRS-2 を記録した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月6日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月2日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。 4月28日にディフェとなり、5月3日に自由契約となった。5月16日に再びブルージェイズとマイナー契約を結び、翌17日に参加のトリ AAA 級バッファロー・バイソンズへ配属された。6月30日に自由契約となった。オフはメキシコのウィンターリーグであるリーガメヒカーナデル・パシフィコに参加した。 2018年3月9日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、シーズン開幕はトリプル A 級トレードで迎えた。9月9日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。オフの10月29日に FA となった。2019年1月28日に引退を表明した。 ソルテラモキアという14文字の名字は、トッド・ホランズワース、ティム・スプーニーバーガー、スティーブ・オジェハウスキー、ウィリアム・バン・ランディンガム、カーク・ドレッセンド・オファーの13文字を抜いて、メジャーリーグ史上最も長い名字である、ゴ・ノボルカンの2文字。あまりに、長い綴りのため、ユニフォームの背中に記された名前は、脇腹の下まで達する、大きなアーチ状になっている。 2005年に結婚した14歳年上の妻アッシュレイは彼の出身校であるロイヤルパームビーチ高校の元体育教師である。だが直接授業を受けたことはない。ありがとうございます。